月19日に開催される神戸マラソンを前に、神戸の大学生がランナーに役立つマラソンレシピを考案し、先週お披露目されました。チーズが詰まったちくわを丸々1本使ったチーチクドッグ。おにぎりの中には枝豆と大きな角切りのチーズが入っています。神戸市西区の神戸学院大学栄養学部では、授業の一環として六甲バターと連携し、マラソンランナーに向けチーズを使ったオリジナルレシピを毎年作っています。今年は3年生が170のレシピを考案し、そのうち8点が選ばれ、今月14日に表彰されました。どれもランナーに必要な栄養バランスが考えられていて、疲労回復にも役立つということです。サラダチーズうどんです。アフターコロナということで体力が落ちてきたりしていて、食欲が低下してきている時にも、サラダと炭水化物を一緒に摂ることができるので、手軽に食べることで栄養補給できると。5種のくるくるチーズデザートです。練習の後とか休憩の時に、こう疲れた時に甘いチーズデザートを食べていただくレシピとなってます。冷めても美味しいように、巻き方とかチーズの量を工夫しています。お披露目の後にはマラソンの関係者らが参加して試食会も行われました。美味しいですね。美味しいです。マラソンレシピは神戸マラソンでランナーに配布されます。